どうもこんにちは、黒ネタです。ペーパーマリオカラースプラッシュ続きをやっていきたいと思います。前回はレッドレスキュー隊をなんとか全員見つけ出しまして、今回はねその続きからやっていきたいと思います。こちらの緑サーカスに次に6個目のピンキースターがあるようなので攻略開始といきましょう。前回右側のあれは檻なのかな、の中にいたヨッシーに食べられたんだけどさ、あのヨッシー関係ないのかな。おー、並んでますね、並んでるね。あ、こう取れるか。あ、いた隊長。天候。おー、ドミノ倒しかよ。レドレス球隊総員50名全員集合いたしました。あとはサーカスの会場を待つばかりです。ってことは、お前か。緑サーカスはお客さんが大行列になったら始まるよ。おー、大行列のお客さんだ。満員御礼申し上げます。お待たせしました。緑サーカスの開演、緑サーカス開演します。どうぞご入場ください。さあ、行こうぜみんな。え？そうやって入んの？並んだ意味とは？あれなんか、え？隊長かこれ？あ？いや、何事もなかったかね、入ったけど。まあいいや、行こうか。めっちゃ踏まれてんじゃん、隊長。これはもうサーカスが始まるのか？うわ、これがサーカス？テントの中はすごい熱気だよ。満員のお客さんもみんなテンションが上がってるんだね。行列すごかったもんね。桜だけどね。マリオ、僕実はサーカス見るの初めてなんだ。すごいワクワクするよ。お、始まるようだな。皆様ようこそお集まりくださいました。ただいまより緑サーカス特別公演を開催いたします。あ、開演か。それでは早速参りましょう。まず最初の出し物は、いきなり看板スターの登場です。レミ、あ、レミか。スーパーイリュージョンショー。今回の敵はレミか。あと誰残ってたっけ？レミ。どうもどうも、世紀のイリュージョニスト、レミだよ。これからすごいミラクルなイリュージョンをお見せするよ。絶対に見逃さないでね。はい、それではこちら。ん？兵法？このショーの司会進行を務める至って普通の緑兵法。君だよ君、ちょっとこっち来て。お前を消すのか。はい、出ちゃいました。この魔法の杖。これを使ってこれからすごいイリュージョンをご覧に入れましょう。それではご注目。お、消えた。さあ、消えてしまったミドル兵法は一体どこへ。ん？会場にいる？ん？あ？そこだ。どうもどうも、これぞイリュージョン。続きましてこちら。あれ、ビッグピンキスターじゃん。ビッグピンキスターだ。そうです、そうなんです、緑に輝くビッグピンキスターです。さあ、よーく見ててよ。まさかこれも。あ、消しやがった。けけけ、さて、ビッグピンキスター、一体どこへ？え？これ探すの？ねえねえ、そこにいるマリオ、あとその横のペンキ缶、バレてんじゃん。とっても大事な大事なビッグピンキスターが一体どこに消えたと思う？知りたいよね、知りたいよね、けけけ、それはね。ん？なんだ、ああ！お前も消えんのかよ。ペンキスターどこだよ。レミめ、ペンキスターを消したまま自分も消えちゃった。
え、どうすんのこれ。何、レミ様本人が消えちゃった。そんなの予定にないよ。あら、仕方ない、とりあえず場をつなごう。すいません、ちょっと進行に手違いがありまして、ここで一旦ショーを中断して休憩時間とさせていただきます。再開まで今しばらくお待ちください。マリオ、今なら、あ、違う、今さら大事なことに気づいちゃったけど、あのレミクッパの手下だ。でもまだペンキじゃない、ビッグペンキスタの気配は感じるから、きっと近くにあるはずだ。なるほど、ビッグペンキスタを探そう。 OK、 切り取り、あ、じゃない。え、これ出ていいのかな、出れるか、あ、いけるわ。出たはいいけど、あ、前にヨッシーがいたところから行けたりすんのかな。あれ、ヨッシー、マリオさん、お久しぶりです。お久しぶり。ホテルで不良に絡まれていたところを助けてくれたよね。あ、あの時のヨッシーか、こいつ。お久しぶり。その説はどうもありがとうございました。いいえ。あれは今思い出しても怖かったな。ところで、ここに仲間たちが大勢いると聞いたんだけど、いなくなってるね。みんなどこか行っちゃったみたいだね。それにしてもこんな頑丈な部屋に住んでるなんて。部屋なのこれ。檻じゃない？とっても羨ましい。ここなら不良たちに絡まれず安全に暮らせるよね。サーカスに入るとこんなにいい部屋に住めるんだね。こんな贅沢な暮らし憧れちゃうな。贅沢なのかこれは。でもこれで剥がすことができるな。前回邪魔されたからな。お前入ったけど、入ってみると狭いな。まるで檻だよ。でしょうね。さて、これで入れる。おお、びっくりした。ブロス。レミ様が消えた？ああ、派手なことが好きな方だから、それも多分演出だよ。どうせまたどこかで笑いながらノリノリのミュージックに釣られて踊ってるんじゃないの？お前は？レミ様が乗ってる玉って実は案外割れやすいんだよね。おっと、これは攻略のヒントか。でも割れても魔法の杖ですぐに代わりが出せるんだ。あんな杖俺も欲しいよ。ということは、ボールを割らせて、その後杖を奪い取ったりすればいいのかな。これ色抜けか。よいしょ。あ、いいね、ワンナップ。で、ここ入れるね。お、なんか引っ張れそうだな。引っ張る。あ？なんだこれ。あ、絞れる。あ、ミラーボールか、これ。え、ミラーボールをレミにぶつけるとか。そんなことないか。ミラーボール。ダンス好きや派手なこと好きは思わず踊り出さずにはいられないぜ。ってことは、これで踊らせるってことかな？でも踊らせてもな、杖をどうにかしないといけないと思うんだけど。奪い取るカードなんて持ってたっけか？お、なんだ。あ、これ舞台か。あ、それでは皆さん大変長らくお待たせいたしました。次なる出し物は？え、出し物？マリオ&ペンキーによるスーパー面白ショータイムです。無茶ぶりだー。さあ、お二人張り切って参りましょう。どうしよう、スーパー面白だって、とにかく何かやらなくちゃって言われてもよ。お、ペンキ行くのか。はい、モノマネやります。自分からハードルを上げていくね。うわ、こんな絶対滑るじゃん。缶詰、あー、ですよね。ナイスファイト、ナイスファイト。
おかしいな、これ缶の間では鉄板ネタなんだけど、紙には全然ウケないんだな。まあ、うん、ナイスファイト。マリオ大丈夫？何か持ちネタあるの？このお客さんかなり手強いよ。マリオなんかあるのか？お？お？おおおお。え？割れたけど。大受けじゃん。すごいな。え、今のがそんなに受けるの？僕だってキノコさえあればあれくらい張り合うなって。さてさて盛り上がってまいりました。ではいよいよお待ちかね、緑サーカスの花形スターたちが総出演。これバトルか。手に汗握るパフォーマンスの数々をメドレーでお楽しみください。それでは張り切ってまいりましょう。あはん、あーバトルね。さあ誰が来る。さあまず最初はステージに咲く一輪の花、ノリに乗っている曲ノリ一輪車兵法。一輪車兵法どうやって乗ってんだよそれ。おーおお。いやどうやって漕いでんだよ。これは普通に踏めばいいんじゃねえの。靴カード、あ、これバネジャンプでいいのかな。バネジャンプよいしょと靴もセットしておこうか。これアイアンだな。じゃあデカジャンプでよいしょ。ちょっと様子を見ながら戦っていこうか。なんだあれ、ヨッシー、え、おや、いたずらヨッシーの乱入です。え、また、危ねえ。お前なんだよ。さすがマリオ、ヨッシーのベロンを見事にガードしました。お前なんだよ、帰れ。うい減ったか。7、8、9、10、あ、減ってるね。1、2、3、4、5、オッケー。案外あっさりと。おお、おお、コイン回収した。あ、持っていくの。まだまだ続きます。次は獰猛な猛獣と猛獣使いとの感動的な心の触れ合い、火を吹くスペクタクル、奇跡の猛獣ショー。猛獣ってことはここに来る途中にいたよね。出たこいつか。こいつ戦ってないんだよな俺。どんだけ強い仲がわからない。結構タフなんじゃないのこれ。そうだな、パウブロックで動きを止めて、ファイヤーフラワーぐらい使ってみる。いやでも恐竜に炎って効くのか。まあ、やってみる価値あるか。で、ハンマーかける3んで、デカジャンプかける2。ちょっと使いすぎかな。でもこれぐらいやんないと倒せない気がするな。まだ動きを封じさせてもらうぜ。 OK、 じっとしてな。ほいほいほい。あ、効果はあんのか。いや硬いなこいつら。よいしょよいしょ。いや硬っ。あ、あ、ミスったお、なんだ。さあここで代わりの猛獣使いが登場した。え、代わり登場すんのかよ。めんどくさいね。ハンマーかける2かける2、デカハンマーでインクを回復しようか。
いや、もったいないな。ペンキか。回復しといて、どうしよっかな。アイスフラワー、アイアンジャンプかける2んで、かける2。よし、色つけて、これでいけんじゃねえか。結構タフだな、あの敵は。いくぜ。よっ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 。どうだ、あのいい感じに食らってるね。あ、また来んのかよ、やめろ。お前なんだよ。あいつなんだよ。いやー、タフだな。タフだね。あ、くっ、いや、タフだな。おっと、ライターが暴れ出しました。心霊する猛獣使いを失ったライターは手がつけられないほど凶暴だ。何、おお、いて、あ、いた、帰ってくるのか。おお、いてててて、待った、お前、痛い。こいつなんだよ。あ、猛獣使い、まだ来んのかよ。あ、おとなしくなった。何それ。いや、これ面倒だね。どうしよっかな。デカちゃんであいつ倒して、バネジャンとハンマー、ハンマーからの靴。なんかさ、この戦いまだまだ続きそうな気がするんだよね。ちょっとで、このあとボス戦もあるからさ、ちょっと温存しておきたいんだよね。いけるか。よし、5、6、7、8、9、10。タフだね。エクセント、もうちょい、いけるか。あー、勝て、またか。よいしょよいしょよいしょ。あ、いてタイミング。どんだけ代わりの猛獣使いいるんだよ。いやー、これはカードを無駄に使わされるな。だからもうちょいだ。じゃあ回復入れといて、アイアンかける2行ってみるか。これでいけんじゃない。よいしょ、回復、いいね。1、2、3、4、あっと、1、2、3、4、5、オッケー。さあ、お次は誰だ。さあ、コイン回収して、さあ、どんどん行きましょう。神がかった脅威のバランスはまさに神一重。飛び立つ黒金の三重塔、タワーメット。タワーメット、わあ、トゲ付き兵法か。ジャンプはいけないから、これハンマーか。これさ、だるま落とし的な感じに下から倒せないのかな。ハンマー、ハンマー、様子見も兼ねて、こんな感じ。よいしょ。さあ、どれくらいこれで減らせるかな。エクセント、
あ、いいね。なんだ、行った。なんと上に乗っていったトゲ兵法が足を滑らせたようです。あ、そういうことあんの。あ、で、また乗んのか。あ、めんどくせえな。ウェイト、一体これ毎回来んのかよ。めんどくさ。痛い。帰っては来ないのか。あれ、俺ま攻撃途中じゃなかった。あれ、カードがなくなったんだけど、あれ。じゃあこれでこうやって電気を回復。よいしょ。いやー、めんどくさいね。あ、またかよ。やめろっての。お前なんだよ、さっきからよ。ブレイト、痛い。それなんなん。毎回来るけど。そうか、攻撃を食らっちゃうとカードが途中で消えちゃうんだ。なるほど。うわ、これはめんどくさいね。上をどうにかしてかの方がいいのかな。痛い痛い痛い、まともに食らった。やばい、死ぬ。でも上、あ、そうか、アイアンハンマーか。あ、アイアンハンマーじゃねえ、アイアングツか。回復入れて、アイアンハンマーでかいやん、もったいないか。アイアンジャンプかける2の、ハンマーの、あ、ファイアハンマーとかあるな、使ってみよう。よし、ちょっともったいないかな。でもやるしかないね。回復全開だ。うい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 、おまけに、あれ通ってねえのか。なるほど。ふっ、エクセレント。もうちょいだな。ナイス。あ、ファイアハンマー、グレート、耐えるね。痛い。いや、こりゃカードめっちゃ使うな。さてと、あー、アイアンとかあんま持ってないんだけどな。アイアン1個とかなかったかな。ないな、2個しかない。あ、これカエルのカードがあれば攻撃無力化できんのか。あー、なるほど、ここで必要性が出てくんのかよ。このハンマーもったいないような気がすんな。あ、でもハンマーがあんまない。あ、やばいな、これ。あいつさ、アイスフラワーとか効果なかったっけか。ちょっと試してみよう。よいしょ、変身。あ、通ってるね、攻撃。あーと、さすがのターメットもバランスを崩してしまいました。で、倒せと。ほい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 。お前だけだよな。あ、起き上がったな。
はい、すいません、お待たせしました。ちょっと PC の方が調子悪かったので止まっておりました。続きからいきましょう。さあ、いよいよ最後となりました。天を貫くハイジャンプ、トランポリン兵法。トランポリン兵法、おおおお、これあのトランポリンを壊さないとダメか。ということはだ、ハンマーとデカグッズと電気を回復させよう。これあれを壊せばいいんじゃねえかな。ほい、エクセレント。あ、いける。お、おーと、トランポリン兵法はバランスを崩した。あ、そういうことか。あ、2、3、4、あ、1、2、3、4、5。あー、惜しい。あ、またかよ、やめろっつうの。あいつなんなの。さあ、回復をして、これもう一ターン倒れててくんないかな。あー、治っちゃったか。うわ、痛い。 めんどくさいね。あー、もうハンマーがない。ハンマーがないよ。仕方ない、ファイアハンマーを使うか。もったいねえ使い方するな。で、何かあると怖いから、これも行くか。いやー、絶対無駄遣いだよねこれね。ほい、よいしょ、 OK、 バランスを崩した。おい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 、よっ、オッケー、オッケー、もう終わりだよね、さすがに。素晴らしい演技でした、皆様盛大な拍手を。あー、クリアか。長えこのバトル。オッケー、回復。いや、素晴らしい、マリオさんとペンキーさんのおかげでショーも大変盛り上がりました。さて、以上をもちまして緑サーカスはお開きとさせていただきます。あれ、それでは皆様、皆さん最後までありがとうございました。いやいや、ありがとうございましたじゃないよ。そうだよ、このままお開きになんてできないよ。ビッグペンキスタとレミア一体どこだ。あ、動かせるね。はい、ということでちょっと時間がいいので今回ここで終わりにしたいと思います。レミーとビッグペンキスタどこ行ったんだろうな。前回それを、あ、前回じゃないや、次回はそれを、探しに行きたいと思います。ぜひ、見に来てください。ここまでご視聴ありがとうございました。